どうも、かまやんです。おしまつ正義です。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、申告敬遠取っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、まあ、久しぶりにね、久しぶりにね、まあ、定期的に更新できたと、はい、1週間おきに更新できたっていう、はい、はい、ね、良かったですね。素晴らしい、良かったですね。はい、いやー、昨日ですね、昨日僕はまあ、友人とラーメン行ってきまして、うん、はいはい、神田のワイズとか、はいはい、一番好きなラーメン行ってたんですけど、うん、その並んでたんですよ。並んでてラーメン屋でワイズにね、うん、そしたらその隣の居酒屋から、はいはい、団体の社会人がガーッて出てきたんですよ。ああ、もう、そうだね、居酒屋はね、居酒屋って忘年会のシーズンだなと。まあそうか、まあ、ちょっと早めのね、早めの、うん、でも社会人ってさ、はい、もう早いとこやるじゃん、忘年会。確かに、やるか。うん、かなやんって、忘年会とか行ったことある？社会人。それはもうさすがに、ある。何の社会人になっても行ったことあるし、その、なる前から忘年会ってあるじゃん、そう、うん、大学生とか。でさ、聞けるよ、うん。今さ、うん、めっちゃ忘年会誘われない？忘年会誘われる。12月さ、うん。別にもう今になってからかな。普通誘われるかな、うん。結構誘われるんだけどさ、俺も。うん、はい、結構断っちゃってるのよ。あー、まあね。なんかいいそれしょうがないよね、仕事とか、まあ、断るありきで結構いろんな人をあれ誘ってるよ、うん、まあ、実際、ね、でさ、なんか19時スタートとか言われてさ、あ、絶対行けないじゃん、そのなんか平日とか、まあね、平日19時は厳しいね、ライブしてるし、うん、で二次会からちょっと行きたいんだけど、うん、たら、あ、じゃあまた連絡するわって言って、やっぱ何回もやっぱその、うん、行けてないっていうのが、まあ、二次会ないからね、あんまり忘年会にその、まあまあ、よほど仲いいコミュニティじゃないとね、まあ、うん、だちょっと最近ではそれがもう多発してて、おう、そのうち友達いなくなるんじゃねえかなと思っていや大丈夫だよ、昨日ラーメン食ってて思ったんだよ。いやいや、そんな忘年会で来ないから縁切るみたいなのないでしょ、別にね。どういう、うん、いや、で、まあ、やっぱ忘年会そのやってるなって思い出したんだけど、はいはい、うん、社会人の時に、うん、まあ、会社のその忘年会もあって、はい、で、なんかその全、まあ、日空いた時に伊丹空港で帰ってたのね、うん、でその時になんか忘年会がなんかこうホテルじゃないけどそういう会場みたいなの貸し切って、うん、まあ、みんなでその忘年会やるみたいな、はいはい、ところで、まあ、すごい、うん、そう、出し物とかやっぱあったわけ。そう、あ、なんかあった、なんか1年目の子たちが、ああ、あったあった、終わったあった、1年目の出し物やらされたら何やったか覚えてないけど、すごい俺が印象的だったのが、うん、そのグランドスタッフの女の子たちが、うん、恋するフォーチュンクッキーを、あー、まあ、めちゃくちゃ可愛いじゃん、歌は可愛いよ、歌った音って、うん、それめちゃくちゃ可愛くて、うん、でその後にあの後輩が3人、男3人がコントやったの、うん、おお、うん、すごいなと思って、うん、でめちゃくちゃ面白かったのコント、うん、普通に、ああ、よかったじゃんね、うんうん、そしたらパンサーさんも歌ったのいや、動画俺に見せてくれたしかないかもしれない、そうだわ、だから俺もで俺が言ったんでしょ、これマサさんネタだよ、あ、そうなのそうそう、これはすげえなと思っちゃって俺、いやでも今考えたら思い作れるわけないのよ、そう、絶対作れないけど、社会人の人が隙間時間作るクオリティじゃないよね、うん、コントやってたから、でやっぱその俺らもやっぱその騙されちゃって普通に、すごいこの人たち、で女の子たちも、でもめちゃくちゃ面白くないのそれ面白いのパンサーさんでパンサーさんの丸パクリだった、俺見た確か、でもやっぱなんか出し物とかで何やるって言われて、うん、やっぱ普通に盛り上がるのって、うん、まあ、そういうのか、まあ、身内いじりだよなと思って、うん、ああ、うん、ラジオで相談されてたでしょ、そう、相談されてて、はいはい、なんてことやる、あの質問、それか、うん、だっけ、なんかやることになった、忘年会で出し物やることになりました、うん、何やったら滑らずに受けますかって、はいはい、滑らずに受けるか、うん、でもさ、まあ、完全にさ、プロとしてじゃなくて、要は会社の、そう、ね、一員として出るってことですね、そうそうそう、だからなんとかさ来てもらいましたじゃないってでしょ、うん、じゃあもう、いや一番ベタなのはさ歌じゃん、やっぱ、うん、うまい歌を聴かせたら絶対盛り上がるから、そうね、おーってなって、うん、でなんかコール&レスポンスがね、ある曲とかだったら、あ、はいはい、まあだからそれこそフォーチュンクッキーをさみんなで歌えるから盛り上がるとは思うんだけど、はいはい、まあ、ウケる、そう、いやいけるけどさ別に、でもマジで俺がそのラジオで言ったのは、うん、身内いじるしかないよと、はいはいはい、やっぱ1個、うん、まあ、部長の真似なのか、まあ部長だからシンプルにモノマネだよね、はい、その身内の、そうだよね、うん、だから変に
俺が やめた方がいいものがいっぱい思いつく。ちょっと聞かせてよそれ。だから変にボケて突っ込むとかは絶対やめた方がいい。もう1か01で突っ込んで01のボケ突っ込みはやめた方がいい、うん、もうマジで普通の漫才。基本やっぱ突っ込みはいらないと思う俺は。おお、もうそのモノマネだったらこのあの人の怒り方で終わりがはっきり分かるものであればいいと思う。なんかそこでツッコミとかを変に入れちゃうとやっぱそのツッコミの下手さって一番分かりやすいじゃん。ね、棒読みなんとかじゃねえかって言っちゃうとか、うん、全然その人の言葉じゃない言葉でツッコんだりすると確かに俺は冷められるようなね、うん、気がするから。いやでも忘年会ね、やっぱ俺らはさ、やっぱそのコーチのモノマネと俺がね、うん、あの俺が、まあ、オードリーの若林さんっていう設定で大学時代やったのがもう、はいはい、あれが多分ベストか、キャリアで一番受けてるじゃないですか。あいつキャリアで一番3年目のキャリアの中だとね、どちゃ受けやっぱいくら受けてるじゃないですか。うん、やっぱそういうことだと思うんですよ、やっぱりね。まあ一個やっぱモノマネ入れて元々の形を真似する。そう思うけどあれめっちゃ受けたな。野球部の大学4年か、うん、そう、ね、4年の時 の時のやつ、ね、農会みたいなね、そのほぼ忘年会みたいなやつで。まあでもやっぱそう思うと結構漫才俺好きだな、やっぱさ、うん、大学2年生の時にさ、やっぱ大学野球部内での漫才大会さあったね。あって S1 だっけ、 S1 あの慶応大学野球部内の S1、うん、あの僕優勝してるんですよ。あれ相方誰だっけ。相方はあの西口貴博ね。ああ、現あの清々高高校出身の西口貴博と組んで、あ西口さん、はい、優勝したんですよ。はいはいはい。だからか、まあなんかその頃からなんだかんだやってたね。そう、漫才って結構俺好きだったなっていうのが今になって。確かに。そう。俺見れてないんだよな、まあ、そのネタ。まあだからそれも相当受けましたよ、やっぱ。まあ身内ネタとか入れながら、はいはいはい、うん、やって、だからやっぱ身内じゃない？忘年会は。うん、身内なんだけど。わからない身内やっちゃいかんしな。そう、細かす怖すぎてもっていう、うん、ある程度名前がある、うん、PV とかさ、なんかよく社内でさ、はいはい、PV とかあるわけじゃん、その社長がなんか喋る、うん、VTR なの、なんかあるじゃん、はい、なんか社内メッセージみたいな、メッセージみたいなところとか、はい、もうみんなが見た、はい、なんかちょっと違和感があったこととかをやる、はいはいはい、っていうことに尽きると思う。なるほど、ね、ウケるんやね。でも俺受けに行かない方がいいと思うけどな。なんかや逃げた方がいいと思います。そういうの絶対。あ、もう誰か真似す。ま、あと歌。あ、歌か、特技、うん、けん玉、うん、とか、なんか縄跳び、あ、うん、とか。すご技系。ダブルダッチとか、そう、すご技系、うんうん。努力が見える。努力が見えるもの。だから拍手しやすいし、成功失敗があるもん。ルービックキューブ早時とかね、うんうん、俺ラジオでさ、うん、相談してくれた人が、はいはい、歌歌ったんだって、うん、得意でもないし、うん、不得意でもなかったから普通な感じだった。いやそれはまずいな、うん、それはまずみんなそう、なんとも言えない感じでいこう、なんとも言えない感じになるし、曲線も多分それあんま当たってないんじゃない。そう、大事、ね、今年バーンってきた曲とか、うん、世代とか、うん、ノリノリになれるとかを、そうだよね、あその人キャラもあるしな、なんかあ頑張ってるなって思われちゃうとさ、まあそうだね、ちょっとこう、うん、笑えなかったりとかも、まあ、するんでね、まあ、確かにな、でも俺なんだかんだやらされなかったな、会社で、なんでやろうな、でもなんか、で面白キャラだったんじゃないの、同期の中とかでは、面白キャラだったけど、なんか同期がそんなにいないし、その視点にはもうどんどん辞めてったし、和気あいあいとしてなさすぎて、閑散としてんの、閑散としてた、その研修中は和気あいあいとしてだから面白いキャラになれたけど、うん、もうそっからはね、本業始まっちゃうと、本業始まってからはもう地獄ですよ。何戦場で笑ってんじゃんっていう、戦う顔しろと、うん、何してんねんみたいな感じになっちゃうんで、あんまりそういう機会はなかった、意外とない、うん、学生の時の方がめっちゃやってたし、俺小学校5年生の時俺オリエンタルラジオさんの武勇伝やってもみんなの前で、うん、結構やってんね、全校生徒の前で、そうで中学2年生の時にはあのオードリーさんの完コピの漫才もう、まあ、一番ウケるじゃん、うん、一番ウケるね、文化祭の漫才で一番ウケるじゃん、一番ウケる、今日完コピでしょ、完コピです、もう間違いない、完璧してちょっとだけ潜水いじるとか入れたらもう、はいはい、やばい、あれあれがキャリア1だもん中二のオードリーの完コピ漫才、もう全国制覇だった、あれえぐかったマジで、その
拍手笑いが大きすぎて、その次行けないみたいな。ずっと待ってるんですよ。中2にして笑い待ちしたの。そうしてた。だからマジで、すごいね。今順々でラパルフェさんのネタ配信されてるけど、はい、あれより受けてた。あ、マジ、うん、相当受けてるから。あれエグいじゃん。めちゃくちゃ X トレンドになって。そう。あれよりね、受けてたね。中2で。うん、だあれの感覚があるから本当に地下ライブ初めて出た時にびっくりしたもん。こんなにウケないのみたいな。あれはひどかったね。そうというところかな、やっぱ、うん、まあ、ウケるよな。文化祭、文化祭はまあウケるし、いいな。そう、先輩やっぱ、やっぱ身内だね。身内に尽きる、うん、身内を切り、いかに角度よく切るか。はいはい、はい、でも俺はそれをおすすめしたいです。絶対特技やった方がいいと思う。まあね、うん、受ける。多分こういう相談をまずしてきてる時点で、多分あんまりそういうキャラじゃないと俺は思うんですよ。なるほどね、はい、面白いことやったりとか周りわーってやるタイプじゃないな、はい、絶対特技、え、こんな特技があったのすげえって拍手だよ。ちょっと無理にやらされてる感じだったら、うん、と思うよ。なるほどね、うん、お笑いに取りに固執しなくてね、いいと思う。盛り上げるっていうその点で頑張れば、ね、いいと思いますけど、ね、ありがとうございます。はい、多分ちょっとこれのラジオも聞いてくれて、うん、何の話だったのか。あ、そう、相談か。相談行けた。忘年会ね。じゃあ今日のコメントが、忘年会の出し物ってか、出し物で人前で何やったことあるかとか。わー、いいね。うん、まあ我々漫才やったしとか、はい、まあ 歌もね、企画で歌ったりとかね、しますし。確かに、はい、人前で説教も僕したことね、最近してますし。してたね、軍神が、軍神説教とかね、やってますから。はい、あと軍神ルーレットも僕ありますから、人前でルーレットもやったことありますよ。で、ルービックキューブもね、我々やったことやってる。あと、確かに確かに、うん、人前であの甲子園の再現とかもやったりしますからね。やってるね、いろいろやってんだ。そう、それやったら確かにとかありますから、まあ、そこら辺のなんかこういうのをやったことあります。で、良かったか悪かったか、反省点だったり、良かった点とかを、コメントいただけると。なるほどね。なんか知りたいですね、そういうところを、ね、ちょっと聞きたいね。うん、まあ、最近反省することも多いですかね、我々はね。多いっすよね。あの、まあ、その反省することでちょっと思い出したんですけど、はい、思い出したというか、もうつい昨日のことなんですけど、お、あの今ドリームオーダーの YouTube で、はい、あのドアラさん、ドアラ、はい、ドアラっていいのかな、ドアラ、まあ、同級生だから、ドアラ、ドアラ、ドアラがドリームオーダーをやるという、うん、あの就任記者会見の動画が上がってるんですよ。上がってますね。はい、それがね、まあまあ我々叩かれてまして、見ました。はい、まあ噛み合ってないみたいなことを結構言われてるんですよ、うん、まあちょっとね、スクショしたんで、はい、読みます。ちょっとドアラの動画について我々がですね、はい、結構言われてました、はい、ドアラの扱い慣れてない感じがわらって。天井見てるってなんやねんって、俺が多分天井見てるって言っちゃったんだよね、気づかなくて。で、ドアラのもう一つね、ドアラさんの性格生態を理解してレメシーさんが良かった、噛み合ってないっていう。いや、本当にすいません、はい、マジですいません。あんまり見えてないんかって、禁句ですよって、俺だねこれで、ドアラさんへのリスペクトもない、視界が良くないと言われてますね。 MC とのMC とのミスマッチさでシュールさがバイバイゲームと言われてますね。はい、とか、あ、ドアラさんのことを知らない視界の方失礼だよ、見えてないなんて、っていう。ドアラさんはさすがです。すいません。でした。はい、この芸人さんはドアラさんの良さを出せないダメな芸人さんとかね、わ、ダメな芸人さんって言われちゃいましたということで、ここの反省ちょっと、はい、まあ、今日していければな。ここでね、はいはいはい、今上がってるのがドアラの記者会見で、もう一個ね、はい、あの動画があるんですよ。ドアラが実際にドリームオーダーをプレイする、うん、岡島さんとね、はい、まあ、先に言うとそっちは相当盛り上がってる。いや、相当盛り上がって、俺これ叩かれたらちょっと悔しいもん。俺ら的にはね、うん、そう、まず言うと、まあ、記者会見は正直終わった後俺らも反省したと、うん、ああちょっとこれまずいぞ、スタンスが違ったな、まずいぞということにはなったんだけども、まあ、後半のね、岡島さんとやるやつはすげえ盛り上がってると思うんで、うん、そこをまず、まあ、多分これがアップロードされる頃には確かに、うん、もう出てるか、出てると思うんで、はい、それをねまず知っておいてほしいです。あっちは盛り上がってると思います。で、あの、そっちでもコメント欄叩かれてはすいません、本当にもうちょっと反省します。はい、で、まあ、今回の、はい、まあ、就任記者会見のね、はい、反省点ということで、はい、見ました、やっぱ見ましたね、うん、ドアラがね、いろいろこう、はい、
まずね、あんま言っちゃいけないというか、まずね、まず1個目、うん、あの俺頭下向きすぎね、うん、めっちゃ下見て原稿をね、うん、もうちょっとその、まあ、確かに文言がいろいろ決まりそうだ、ね、ったことがあったから、そうなんですよ、言わなきゃいけないことが多かったからあったから、うん、めっちゃ下向いて言ってたっていう、うんうん、もうちょっとあれそうだな、でもどう読む？あ、俺思ったんだけどあれってやっぱさ、そのなんて台本やっぱ暗記してないと、多分あのその皆さんがイメージしてる就任会見とかの MC とかってでも実際こうやって持ってるんですよ、うん、台とかじゃなくて、そうだね、いやだから暗記していかなきゃいけなかった、うん、ちゃんと俺が暗記せずにめっちゃこう下向いて読んでた、あれがまずね、よくない、あーすげえ下向いてたもん俺、確かにこう、まあ、マイクには音はここで前音取ってるから別にいいやつで、あんな抜かれてるってあんま思ってない、今日どうあるかなと思ったのね、そう、めちゃくちゃ下向いてたっていう、そこがまずね、うん、1個目、ちゃんと台本覚えてなかったって、はい、よくない、あともう1個反省点ください、あ、はい、僕がよく分かんなすぎた、そのずっと意味分かんないことその点を理解してなかった、テンションがあまりにも違った、そう、違いすぎて場の雰囲気とのテンションのミスマッチさがすごかった、すごかったね、あれはそのもっと静かにシュールにやるべきだったんだよね、うん、まあ、シュールに、いや、まあそうだよ、てかあんな人いないもん記者会見、そうむずっとか言ってたよ、うん、むずっとか、うん、あとまあむずくなかったし、うん、みんな分かってたもん、コメント欄で、うんうん、だからちょっとね、そうです、あの日の僕のテンションとか、テンション感があまりにも違いすぎた、違いすぎたね、あれは、それにつられて僕もちょっと焦るっていうこれやばいっていう、やばいということだけはね、あの現場で、ね、うん、感じてたんですよ、感じてましたね、 だいぶやりながら感じてました、ね、あ、これどうしよっかなみたいなね、うん、感じで思いながら、なんか本当にさ、粗品さんとかが言ってるさ、何その MC よくわからんフリーアナウンサーみたいになってたんだよね、いや、なってたね、いや、あれだからツッコミに行くけど全然合ってないみたいな、うん、みたいな感じになってたというところですね。で、細かいところで言うと、やっぱりコメントにも来てましたけど、はい、ドアラさんはどういうドリームオーダーの戦い方をしますかみたいなことを聞かれたときに、うんうん、何考えてるかわからないプレイングをしたいですというふうなことを、はい、っていう趣旨のね、コメントが、見てましたね、あのフリップバンと出されたときに、はい、なんかドアラがこうやってやったんです、うん、やってたんですよ、こうやって上を見る、うんうん、で、それドアラ的にはあの何考えてるかわからないって表現だった、うん、で、俺はなんで天井見てるんですかっていうえよく見えてないんですか前がみたいな、なんか俺はこうやって覗き穴から見てるっていうその、まあ、よくないね、やっぱ中の人も突っ込んじゃったから、うん、よく見えてないんですかみたいな感じで言っちゃったんですけど、もう全然違った、うん、俺もうでも隣正義が次に行くギリギリのところで、あ、よくわかんないってことかって言ったんの後のムズっていうあの一言や最悪で、ね、最悪だったね言わなきゃドアラがむずいことしたみたいな感じになったというね、みんな気づいてた、あれ最悪でした、ね、うん、はい、あそこ二人でして最悪なことです、あれ最悪でした、うん、あとまあ終始俺が良くなかったのはドアラ意外と謙虚っすねみたいなことを言っちゃってた、おお、いや真面目っすねみたいな、なんかそういうキャラなんですよ多分ドアラっていうのは、うん、紳士でしっかりと謙虚なキャラで、まあ、うん、普通に見、まあなんか改めて見たら別にそんなになんかまっすぐなことも言ってなかったじゃん、ちょけてたよ、そう、まあまあ割とちょけてた感じはあったけどね、なんか我々が勝手につば九郎のイメージでもっとぶっこんでくるのかなみたいなことを勝手に思って、確かになんか意外と紳士ですねっていうその、うん、ちょっと変なスタンスで透かしに行くというか、透かしというか、なんかまあちょっとあんまり受け取らなかった内容、マジででもほら本当につば九郎イメージだからなんかガシガシそうそうそう、なんかもっといや、いいんすかそんなこと言ってみたいな感じになるかと思ったら、なんか、うん、頑張ってくださいっていうこととの乖離で、それでも動画で見たらやっぱ普通にちゃんと中身あること言ってるから、ちゃんとあそこ掘ってない、すいませんでしたすいませんでした、本当にあれ良くなかったですね、はい、あれ大反省、いや俺ふわふわしちゃってたもんな、なんかずっと、うん、あと普通に絵で見た時に正義の位置だけおかしいもん俺ちょっと壇上から漏れた人でした、俺見なきゃいけない感じに何している人っていうところもそうだね、あったんで、あそこはまあ
反省ちょっと本当に反省してます、ね、していきたいですね、はい、やっぱね。なんかドアラ、あとドアラ数字持ってましたね。いやーって俺あの動画めちゃくちゃ伸びてます。あの動画伸びてるし、うん、X そのドアラの就任会見見てください、うん、でツイートがあってもう85いいねぐらい。いやすごいよね、うんうん、やっぱあそこは俺もちゃんと台本を覚えてバッとカメラに向かって言うべきだったし、うん、まあ、ただ俺あのあとめっちゃ言い訳し、なんていうの、いや、ちょっと言い訳、あの後めっちゃ熱出してましためちゃくちゃ熱でした。いやだってだいぶ鼻声だし、ね、鼻声だし、うん、途中咳の音入ってんのよ、うんうん、ちょっと入ってんの、うん、入ってる、あれ俺なのよむちゃくちゃ体調が悪かったですもう言い訳だけど、ドアラが天井見てると思っちゃうのよ、わからないプレイもう頭振らしいから、いつもだったら何わからないこと言ってんすか、いや、やってんすかって言うけど、ちょっと体調が悪すぎて、うわ体調だ、体調の言い訳だ、怪我しててなんか膝も痛かったような気がするし、もうインフルエンザでしょそんなボロボロだったまあまあちょっと、あれは久々に俺反省しました。いやでも俺も引っ越だから怖かったわ、みんな。いや、そう、俺もね、見てくださいってツイートしたけど、本当は見てほしくなかった、うん、みんなさんに。でもなんか言わ、ちゃんとね、やっぱり公式としてやんなきゃいけないから。そうそうそう。で、まあバズってるし。そう、めっちゃ伸びてると思って。だから多分俺、85いいねぐらいついてるけど、うん、うち多分50人ぐらいが、あの多分マイナスな多分思い感情を抱いてると思う。してんねんっていう。あれはね、本当に良くない。でもね、その試合の方、いやそう、岡島さんとの結構盛り上がったんですよ。これは良かったと思います。あれめっちゃ楽しかったし、うん、いや本当楽しかったよね、うん、楽しかった。なんかドリモーダーにしたらやっぱ面白かったね、うん、あれね、うん、あちょっと そっちでちょっと取り返してる、俺どうなってるかを、うん、見てほしい。これで戦ってるのかな戦いっすよ、やっぱそうなんです。ドアライのあれが違うでしょう、ね、まあ、ほぼ、まあまあまあいいか、まあ、ほぼ正義がプレイしてたっていうね、あれまあまあまあほぼ持って奥の正義だったからね。まあでも楽しかったなっていうところもありますし、ね、だから OB、まあ、最強決定戦、はい、だから何の話かっていうところだよね、そもそもドアラがなんで出てきたっていうところが多分わけわかんないんだけど、はいはい、ね、今ドリームオーダーで、はい、OB の中で最強のプレイヤーを決める大会やってるんですよ。そうなんですよ。それが全部 YouTube に上がってて、はい、でだから準決勝ぐらいで急に出てくるシードがいて、スーパーシードが、そうで、それがずっと隠されてたんですよ。そう、そのスーパーシード誰だって、うん、でそれが、まあ、ドアラだったっていうところの話なんですよ。そういう動画の話で、うん、で岡島さんは普通に勝ち上がってきて、元巨人であのレッドソックスで投げた左ピッチャー、あれあの人が、まあ、勝ち上がって戦うというところで、だからもう準決勝まで来てるんだよね、OB 最強決定戦が、はい、来てますね。だから巨人が勝ち上がってきて、うん、だからあの各 OB が各自分の球団のチームを使って戦っていくというところで、うん、中日はね、もともと山本昌さんが出てくるんですよ ね出てくれてたけど、いや、そこは中日でまたドアラが来てくれたというところで、まあこうそこら辺もどうなるかをぜひね見ていただきたいですね。見てほしいですね、本当に。里崎さんの回とかね、結構回ってますから。めっちゃ回ってるね、うん、我々の、ね、あのお化け屋敷の回ぐらい回ってますからお化け屋敷の回が回ってるのよくわかんないんだよ、マジで。なんでホラーが回ってるんですか。カードゲームチャンネルでホラーで大炎上するまあちょっと頑張って、いや、ああいうのはね、失敗できないですから。いや、本当に本当はね、ドリームオーダーさんってよくお世話になり倒してる。そうなんですよ、イベント行かせてもらったりとか。人ですから、はい、人というか物ですから、物ですから、ドリームオーダー、クビにならないように、クビにならないように弱いんですから、我々、はい、ドリームオーダーは、はい、ドリームオーダー自体は弱いんですか。弱いですね。この前もイベント行って2人とも1勝3敗でされてきた、やられましたね。そう、強いね、ドリームオーダーのレベル上がってるね。やっぱね、めちゃくちゃ考えられてるね、デッキが。みんな考えられてる。あとプレイングもやっぱね、もう決まってるというか、うん、ちゃんとね、バレてる俺の戦術が、戦術がバレてる。なんかちゃんとは何してくるんだろうで対策してくるんじゃなくて、あ、これこう来そうだなっていうことがちゃんとバレちゃってますね。やっぱやれてる量が違う。ドリームオーダーやってて、うん、すごい嫌な瞬間があって、うん、相手の人が、俺がまあ先守備が置くじゃん、カード置けない。で次は攻撃が来たら置くじゃん、うん、で相手が攻撃で俺が先に守備でカード置いた時に、なんかこう計算されてる時間、わかる、あれ一番嫌だ。わかる、1枚置きの最大数字計算されて、絶対これ超えられるわっていうなっちゃうときね。
でパパって歌に、はい、わかったみたいな。いや、わかるわ。あの時間がもうね、結構来るね、メンタルに。そうそうそう。あ、またほら、打たれた。そう。そうなんだね。こっちはあんまり計算しないで、一枚置きで、抑えれたらいいなぐらいで置いてるから、うん、そのマジでガチで。ちゃんと同じ同チームの数字まで開ける。でもこれ、ドリーモードやってない人全然わかんないと思うんですけど。もう本当だ。その時間があるんですよ。空番弾かれる時間が一番嫌なんです。嫌なんです。てか、やばい、バレるっていう。うん、やめろ。時間がね。ドリーモードあるある。あるある。うん、この前大会行って感じました。うん、あと、まあ、ドリーモーダーあるあるで言うと、やっぱサイコロ出ないね。そうなんだ。だから6以下が結構アウトになる確率が高いというかね。同じやつ使うじゃん。同じさ、電子のサイコロアプリ使うじゃん。うん、なんか交互にやっぱ出るからさ。確かに。交互に強いの弱いの、強いの弱いのって。いや、出ないんですけどね、うん、だからそんな感じはある。感覚は向こうの時にめっちゃ12とか出て、こっち4とか、なんでやねんって、ね、そう、全然気まずい。確かに絶対に打てると思ったらなんかピンゾロ出たり。そうそうそう、ふざけんなやつって。でもその下打ちもまあできないからね、うん、公式ですから。しっかりまっすぐね、向き合っていかないとですよ、はい、マジで練習しとこう。うん、あと俺はもうデッキ結構考えてます。今もう構築変えて。なるほど。はい、あの大阪でもイベントあるじゃないですか。まあ、そこに向けても、あさって、ね、今撮影の日から言ったら、はい、だいぶもう考えて。うわ、そっか、またやるのか。はい、これは、うん、もう今だからちょっと今結構やってますよ僕は。やってんだ。いじり始めてます結構。なるほどね。屈辱だったの。屈辱だよ、うん、そういえばそのイベントで、あの、まあ、学生対抗戦があったんですけど、うん、そこであのロッテのカードめちゃくちゃもらいましたわ。あ、いいね。限定カード。え、学生さんから。だからロッテファンじゃないから、うんうん、金谷さんにあげますっていう。すごいいいね。え、何 PR カード。 PR カード。うわ、いいな。だから普通のパック買ってちゃ買うだけじゃ当たらないカードとかもらえたんで、本当に、ね、ありがとうございます。あの東洋大学の団体のサークルの皆さん、サークルの方、いいな。マジでありがとうございます。本当にあれは大切に使っていきたいと思います。小島の勝負師。PR のやつの。PR のやつ。コロで光って。あ、そう、本当にありがとうございます。すごい。俺頑張んないとなと思って。いや、そうなんだよね。負けたくねえんだよな。そう。いつも後悔してるもん、負けだと。最近もう連続で1勝3敗だから。そう。いや、ちょっと頑張んないとな。頑張んないといけない。企業対抗戦の感覚を確かに取り戻したい。取り戻せないんだよね。うん、俺3勝0敗だったのにな。いつも1勝3敗。勝てないから。うん。対策ですよ、これは。対策が大事、はい、ドリームオーダーね。結構ドリームオーダーね、あの最近身内でも普及活動は続いていて。事務所内。はい、最近ですね、あの なんだっけ、あの人たち、スナシグレ、スナシグレ。コンビ名忘れちゃった。スナシグレのアズリン、アズリンねさんがドリームオーダー始めました。よっしゃ。アズリンって野球好きなんだっけ。あのアズリン知らんって誰も。アズリン元スナシグレ、じゃあ現スナシグレ、元ランマンゾーン、ランマンゾーン。あとその間に右矢印。何それ。あの小池のとこ出た。あ、なんかあった、はい、いや知らんって。まあでもね、女性ユーザーを増やすっていうの大事なんですよ。まあ確かに、やっぱってどうしてもカードゲームなんで、あのどうしてもやっぱ、ね、男性比率が高い、うん、そうなってくるとやっぱね、新規参入もやっぱね、アズリ減ってきちゃうじゃないですか、うん、人としてね。やっぱ女性が集まってくるコンテンツに男性っていうのは集まるんで。確かに。あと野球好きっていうのも大事だしね。うん、そう。で、アズリさんさっき言ったけど、あのオリックスファンなんですよ。あ、オリックスファンなの。もともと関西の人だから。織姫か、じゃあ。そう、織姫です、ね。織姫なんだ。織姫だから、やっぱオリックスのデッキを買って、おあの先日お、まあ、カードショップ あのフリースペースゾーンで、まあ、対戦をこう、させていただいて、うん、まあ、アズリさん初心者だから、うん、あのオリックスのスタートデッキと、まあ、何個か買ったぐらいで、僕がもうロッテのデッキ使って、うん、ちょっとやってやつ、はい、で、まあ、6対0で大勝させてもらう。何やってんだよ。やらなくなっちゃうって。本当に 6-0? 俺がドリームオーダーいいところ、忖度ができない。接待できる、接待できない。 6-0 でもボコボコにしてる。佐々木朗希の覚醒でもうビシャリ押さえて14でドーンだ、ドーンで抑えてという感じなんですけど、まあでもね、楽しんでくれました。本当大丈夫、もうやらないと、もうやらんとはなってない、またやろうっていう風に
なった。前向きだったんだね。うん、あれだよな。そうそう。6-0で勝ってんの。6-0で勝って、あ、これやばいかもみたいな。引退しちゃうかなと思ったんですけど。前向きだったんだ。前向き。まあいいとこだからね、あの人それが。そう。やってくれてたんで、頑張って。いや、取るよね。ここからね、いろいろ。そう、だから女性の、ね、方とかね、だから我々のライブ来てる方とか、ぜひやってほしいですよね。確かに。女性の方。ライブ後にカードショップ行って、試合するとかね、うん、あの人と。本当に、まあ、やりたい接待はできないんですけど、うん、マジで結構本当にボコボコに打つ時ボコボコに打っちゃうんで、しかも決まるそういう時に限って12とか最高のセット出ちゃうからね、はい、やっていこうというドリームオーダーの話でございましたね、はい、いや本当にでもドアラの話もね反省はして次につなげていきたいです、はい、ここから見ててください、うん、流行ってほしいな、もっとドリームオーダーね、ワンピーカードぐらいになってほしいけどね、ワンピカーズすごいからね。ね。ワンピカーズやりたいもん俺今。あ、やりたい。やりたい、めっちゃやりたい。で、カナエがウルトラマンカード始めたじゃないですか。いや、やってないですよ。あれ？やってないです、やってないです。あ、やってないんだっけ？やってないですよ。なんですかそれ？あ、そう。僕はもうドリームオーダー1本ですか。あれ？やってないですよ。あ、俺じゃあ、あれ？俺じゃあ。ワンピカードやりたいなんて、もう他のカードゲームやりたいなんて、うわ、こうは良くないわ。俺ずっと誰と喋ってたんだろう、じゃあ、あれ。ウルトラマンカード、何すんのカード知らないですよ、僕はもうドリームオーダー1本で、え、俺ワンピカードやりたいで、うわお前さ、うわやばいね、マジで、僕はもうドリームオーダーしかし、もう知らない、もう魂を捧げてますから、うわ、そう、はい、あれ、俺ちょウルトラマンカード始めた人いたの、何のカード、なんかウルトラマン、つぶらやさんがやってそのか、ウルトラマン、バンダイからなんか出てる、ウルトラマンでした、何言ってるか分かんな い, いや、それが分かんない、それが分かんない、うん、男じゃないよ、それDB スターマンしか知らないですよ、いや、横浜ベイスターズのマスコットキャラ、はい、まあ、じゃあドリームオーダー頑張っていきましょうじゃあ、はい、はい、すいませんでした、ということで、前回のコメント読んでいきたいと思いますね、はい、こっからが本番ですよ、今のは謝罪だもんね、謝罪、ここまで、紅白に出て欲しかったアーティストということで、はい、で、2件2件、ありがとうございます、ヤマトさん、ヤマトさん、最近の歌詞をほとんど知らないのでまた歌声が聞きたいという意味になってしまいますが、ソールドアウト、ザ・ブルーハーツ、ロード・オブ・メジャーの曲が聞きたいですね、ということでございます、はいはいはい、はい、ソールドアウトね、ソールドアウトは紅白ね、ソールドアウトっていつ売れたの、いや俺は高校生とか小さい時じゃないか、あ、違う、ソールドアウトってここぐらいか、うん、なんか歌詞が全然聞き取れないやつでしょなんか俺あんまりね、あんま記憶ないんだよそう、だから今知ったかぶろうと思ったんだけど、江原正宏さんがモノマネしてたね、そうかすぎて、そう、ソールドアウトの、いや、なんか、曲聴けば分かるんだけど、あんまりパッと出てこない、俺も出てこないな、でもなんか代表曲があった気がする、あるある、だけどあの、もう本当に歌詞聞き取れないね、マジで、マジでラップの英語エグすぎて、でも紅白出たの、いや多分出てない、出てないのか、出てほしいか、ソールドアウト出ないでしょさすがに、うん、だって、うん、いや、てかそれこそそういう感じだから知ってる人は知ってる、多分出ないと思う、コアな感じか、うん、ロード・オブ・メジャーはちょっと聞きたいな、確かに、ロード・オブ・メジャーってあの心得映画いた夢とか絶対カラオケで歌う人がいるやつ、絶対言うもうなんか野球まずやってたら絶対誰か歌うし、で、あのメジャーのね、アニメが流れるんだよ、夕焼けでちゃんとね、出てくるからあれで俺ルなんかメジャーのストーリー大体分かっちゃう、あれ見たことないんだっけ、俺メジャーお父さんがデッドボールで死ぬとこまで、だから1話ぐらいだしまだ1の1なんだ、そこであきついっつって、きつくないって、あ、お父さん死んじゃったって、いや、あれがもうきっかけだから全部そ, そっからもう大人になってメジャーになってもあれがやっぱきつい、いや、ドラベースいいわってなって、ドラベースなんかもう野球じゃないじゃんワンダーワイドホワイトボールじゃない、あれから俺野球を学んだからね、こんな球投げないだろ誰も、ヒョロエモンのガッツとか知らんで、めちゃくちゃ学んだから、いや、珍しいんだよな、メジャー通ってない野球やってるやつって、これ俺ぐらいじゃない、マジで、いや、大学まで野球やったやつで、で、神宮立ったやつで、メジャー1、もうあのあそこで辞めたやつ、幼少期でね、幼少期のお父さんが死ぬとこで辞めた人、マジで俺だけの可能性あるな、でマジでそうだと思う、ミフネリトル、ミフネドルフィンズの時代知られたでしょ、何言ってるか分かんないね小学校時代、うん、知らないんだ、いや、たまたましかも友達ん家に会って一回呼んでそこで辞めて、
よくやめられるね、あんな面白くて。うん、野球やってて。俺も確かに信じられないもん。なんでやめたんだろう。いやもう待って、分かりやすいじゃん話、そのめっちゃ頭に入ってこないとかじゃないじゃん、もう、うん、野球だし。きついきついっつって。なんでしまっちゃったら、うん、ワンピースどこまで見たのだっけ。ワンピースもね、俺最初読んで途中でやめたんだけど、うん、あそこだよ、シャンクスっていうじゃん。シャンクスね、赤髪のシャンクスがルフィをかばってワニに食べられちゃうと思う。一巻の1話だよそれ。もうその1話なん、もう1話でドンじゃない。きついっつって。腕がないから、あ、きついきついきついって言ったら、いやだからそ、え、で、そんな弱い子だったっけ。そのなんかちょっと血が苦手みたいな。いや、ガンツとかがっつり読みましたなんでだよ前回。あんな一番グロい腕なくなるシーンいっぱい見ましたよ、うん、いや、グロいじゃん、ガンツも上半身ごとなくなるとか、右星人との戦いとか、とか見ましたけど、あれ読めて、ベジャーとワンピース読めないんだよ。意味はきつくて。きつくないんだよ、一番きつくないから、あれが。なかなか死なないから、あそこから、あ、そうなんだ、うん、ワンピースも、ま、全然知らないから。そうだよね、ワンピース結構死が重たいイメージだわ。そう、あの倒したら、あの囚人になる、あの監獄に入れられてるだけで、知らないですよ、基本的に。結構、マイルドだね。そうだから、エースとかが死んだぐらい。へぇ。それがまあ、だんと重くなってるけど、うん、あと倒したら、倒されてもまた復活してくれてくる。牢屋に入れられるっていう。ぐらい。あ、そうなんだ、うん、あ。めちゃくちゃ、あれだね。でもドラゴンボールとかとさ、もう死にまくるから人が。でもさ、死んでも生き返るよ、ドラゴンボール。そう。だからもう悟空がそうやって言っちゃうし。大丈夫だ、ドラゴンボールで光らせばいいみたいなっていうシーンがあったけど、よくないよな。そうね、鳥山明さんは亡くなっちゃったしっていう。あ、そっか、そう、そうそうか、ドラゴンボールで蘇ってくれみたいなことはね言われてるけど、それ、うん、それ知らん。そこでまああんま読んでねえな、だからメジャーはね。メジャー読んでないんだ、うん、それロードオブメジャーからこんな話になった。そうそうそう。いや、なんでだろうな。でも基本なんか野球漫画あんまハマってないかもな、本当にドラベースぐらい。あのダイヤのやつとかもあんまり見たことない。見たことない。野球漫画ってちょっとさ、なんだろうな、なんかバスケ漫画の方が好きなんだよね俺は。スラムダンクスラムダンクとか黒子のバスケとか。なんかバスケの心理戦めっちゃおもろいんだよね、あの漫画でやる心理戦、うん、野球の心理戦もめちゃくちゃ俺がやってるしみたいな。あ、ちょっとだから現実が分かっちゃってる、うん、そうだね、現実が分かりすぎちゃうから。スラダンは割と分からないから、バスケあんまり、うん、だからハマれるのかもしれないな。クロコロバスケはもうあれはだからもうだから それこそドラベースとかもまあぶっ飛びすぎて、もうファンタジーだから、ね、そう読めるみたいな感じなのかな、分かんないけどね。あ、なるほどね。でもそっか、ダイヤのエースも読んでないんだ。ダイヤのエースもね、あ、まあなんとなく読んだけど最後まで行ってないし、途中で離脱しちゃって。でもダイヤのエースは俺中3で多分読み始めて、うん、その時沢村英順って主人公も中3で高校入学して、うん、一緒の時期に高校入学したんだけど、うん、あの俺が27歳ぐらいの時にあいつ高3ぐらいですよ。え、まだ終わってないんでしょ、ダイヤのエース。終わった、セカンドみたいなのがあって。あ、そうだ、もう私が終わってる。もう終わってんじゃん、セカンドで。多分卒業せずに、卒業したの、卒業せず高3ぐらいは、まあ、高2の春ぐらいになってん。そう、まだあいつ卒業してない。多分くっそ留年してるってこと。めちゃくちゃ留年してる。あ、そうなんだ。聖堂高校さ、許されてる。あ、もう何回でも留年しっていう。うん、うわ、ちょっとダイヤのエースはな。で、まずその前メジャー読まなきゃいけないのか。王道ですから。野球漫画といえばみたいなとこあるから。そうだよね。で、たまにね、メジャー例えになったりするからね、うん、もうこの、俺らの世代が多いからさ。そう、業界とか、うん、野球やってた人も多いしね。メジャーの海道高校とか俺読んでないけど分かるもん。うん、言って覚えたもん。あ、ほんと。海道高校強いとこでしょみたいな。そう、強豪校でしょみたいな。要はスラダンで三能工業なんだろうなみたいな。うんうん。みんなが例えすぎて分かるもん。そう、例えすぎても分かるもん。海道高校だとトレーニングの、なんか独特なトレーニング。夢島編ね。夢島編ね。とか。あと、覇気ね。ワンピースで言うと。あ、そういうなんかスーパーサイジンみたいなのあんだなみたいな。ギアセカンドとかも俺覚えたし。いいかとか。いや、見てほしいけどな、俺盛り上がりたいもん、一緒に。こんだけ一緒にいるから、その、うん、漫画の話とかで結構熱く盛り上げたいんだよ。そうね。ワンピースって考察とかめっちゃ出てるから。めっちゃ盛り上がる。なんかもう、あそこまで行くのに時間、なんで分かるし、でも。な、まあ、その、あんだけ盛り上がられちゃうと、ここに行くのに大変だな、みたいな。まあ、確かにな。まあ、110ぐらいまで。そうそう。だって今とか、俺、ジョジョ全巻読んでるけど、
100なんか読む気なんなんかジョジョってちょっと読む気ない、読む気ないでしょ一部のさ、しかも、 もう絵もめっちゃ古いし最初そっか1で5部とかもあるんだよね。いやまだ8部89が始まったんだ。だからもうマジで長いワンピース長いんじゃないわかんないけど俺ジョジョが通ってないんですでしょ。大谷翔平なんか登場曲で一回のジョジョのなんかあのアニメの確定演出のあのトゥンテルテルトゥンテルテルってやつなんかそうなんか使ったんですよ。あそうなんだ。うんそれしか知らない。いや全然一つも知らないんですよ、うん、それしか知らない。スタープラチナとかわかんない。スタープラチナ、スタープラチナ芸能事務所かな。違う違う、それプラチナムプロダクションでしょ。違う違う、桃田かな子とかいる。あそれじゃないんだ。違いますよ。スターダストプロモーションか。スターダストプロモーションか。桃田かな子。プラチナもある。プラチナプロダクションもあるよね。スタープロダストでも、ね、スターダスト、スターダストプロモーションだっけ、うん、じゃない。じゃない。スタープラチナ。わけわかんないってこんなに言うたら。スタープラチナがスタンド。空城城太郎のね。スタープラチナがスタンドで、スターダストプロモーションとプラチナプロダクションが事務所。むずい。むずいな。ちょっとザ・ワールドとか。ザ・ワールド、ザ・ワールドっていうあのスタンドが いるんだけど、そのマイケル・ジャクソン、ジャクソン5が歌ってたみたいな。違う違う違う、それ We Are The World。 We Are The World We Are The World、 ジャクソン5じゃなくていろんなやつが歌ってるでしょ。あ、そうだっけ。ジャクソン5、 We Are The World、 いろんなあれあれのところだけマイケル・ジャクソンだけでしょあれは。そっか、あれ見てジャクソン5、 最後のあそこら辺がマイケル・ジャクソン。知らないけど、うん、いろんなやつが歌ってんだよ、あれ。ザ・ワールド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 が、ムダムダムダって、ディオが使うスタンドですよ。知らない？うっそ。あ、じゃあまだそこまで行ってないんだ。空城城太郎？知らない。知らないんだ。うん、主人公？ね、3部の主人公。で、一番、ジョジョの絵で、ジョジョって言ったら一番この人を思う。多分見たことある絵だと。ジョジョ立ちっていうのはその人がやったやつ。いや、ジョジョたちは全員やる。全員やるの。敵も味方も全員やる。意味わかんないところで意味わかんないポーズする。っていうのがジョジョたちだ。そうそう、ジョジョたち。なんでそのポーズ取ってんのみたいな、言いながらバンって言った決めるんだけど、何みたいな。覚えてないな。表紙とかも。あ、そう。うん、ほんとわかんないもん。ダイヤモンド、クレイジーダイヤモンドとかも。クレイジーダイヤモンド、そう。知る、まあ、知るわけないかも、そこまで言って。技名？いや、あの、スタンドの名前。スタンド。そっか。じゃあ俺ら本当に話合わないんだ、じゃあ漫画の話。いや、こんだけ、まあ、ジョジョが、ジョジョ、そっか、そし、例えて出てこないもんね。ちょっとあんま出てこない。ジョジョ立ちすんなぐらいじゃん。その確かに、ジョジョ立ちぐらいか、うん、あとスタンド。そうだよ、あ、スタンドはめちゃくちゃ一般名詞になってるね、うん、あれ、ここ、ね、ジョジョからジョジョでした。あそれぐらい。それぐらいか、うん、そっか、まだ空城城太郎とかスタープラチナかとか言ってもね、伝わないもんね、うん、シルバーチャリオツカーとかハイエローファントグリーンカーとか言っても全くわかんない。わかんないもんね。横文字がつながってるわけ。そっか、ザ・ワールドみたいなことすなとかわかんないもんね。ちょっと一回やってみてほしいけど、それどれだけ伝わるのか。ジョジョ好きすぎるって言って、うん、伝わんねえな。でも伝わんなそう。すいません、話がそれましたが、はい、あと紅白、ね、もう一個紅白、はい、キャンタマホイホイ見て、そのお毎回変えてるね。ありがとうございます。紅白に出てほしい歌手がブルーノ・マーズとロゼの曲。ああ最近入って、あのブルーノ・マーズって最近じゃない。え、なんかね、ブルーノ・マーズとロゼって人がコラボして、なんかね、最近バズってるやつあると思うんだよね。おとき、ロゼ、え、うん、ブルーノ・マーズとロゼって言ってるよ多分。ロゼ、え、コラボのやつじゃなくてブルー、あ、そういうことか、うん、コラボしてた、うん、なんか一緒に曲作ったやつ最近。これだって洋楽でしょ、ブルーノ・マーズって。めちゃくちゃ洋楽、ハワイ出身のでも俺めちゃくちゃ洋楽じゃないですか。ブルノ・マーズ出てもびっくり、なんかちょっと、おい、嬉しいだろ。いや嬉しい、心から。え、お祝いだろ、宴だろ、宴。ブルノ・マーズとロゼが出てんだよ。俺普通にスノーマン来たよ。ふざけんな。俺スノーマン、スノーマンも嬉しいけどね、うん、スノーマンって普通にモモクロの、モモクロだってもう知ってる。モモクロって紅白引退宣言してるから。え、もう出ませんみたいに言ってるよ。なんで？いや、わかんない。言い過ぎかもしれません、これは。え、あの、そうだ、なんか記事になりましたよ。その拡大解釈なのかもしれないですけど、あ、まあ話題になりました。引退宣言みたいなのが、コモクロの。
誰が言ったかも、まあ、もう定かにはなではないんですけど、ザキヤマあのガキ使うザキあの山崎さんみたいな感じじゃない、やめへんでーとか、違う、もうちゃんとナタリーかなんか乗ってて、マジなってる。でそれでちょっと怒らせたんですよ NHK を。あ、怒らせたって言われてます。あー、はいはいはい、これはもう諸説です。でそっからあのももクロは出てない、ですし、その後輩のときめき宣伝部、超ときめき宣伝部、後輩か、そう、めちゃくちゃバズったじゃないですか、うん、君に振られて最上級に可愛いのの人、うん、もう怖く漏れたじゃないですか、うん、だからそれじゃないかって言われてますね。うん、やめろよそういうの。まあ、わかんないけどね、これはもう完全周りで言われてただのガヤですけど、まあでも、でも確かにとき宣落ちてフルーツジッパーも落ちてるっていうのになると、なんかまあまあ納得はいくよね。まあ、トキセンの落選は別にそこだけじゃないなって感じはするけどね。うん、まあ、あれはまずその前にフルーツジッパーとか絶対に、うん、多分どっちか、まあフルーツジッパー、フルーツジッパーね、多分出るとしたらね。うわ、そうなんだ、ももクロ引退します。もう一回走り聞きたいんだけど。撤回したかもしれないけど。撤回ってか分かんないけど、でも一回それは話題になった。俺全然知らなかった。うん、うわぁ、だから簡単に引退とか言わない方がいいよ、あのバタマスも。あ、バタマスはね、ちょっとまたね、公式の発表ありますけどね。うん、もうちょっといろいろ、あ、またいろいろあるんだ。揺れ動いてる。あ、楽しみにしとこう、うん、え、ちょっと嬉しい報告ですか、それとも どんな報告ですか、それは。ファンの方を悲しませる、悲しませる報告かい、本当に悲しませちゃうんかい、もう早速楽しませ、楽しみにしてくれ、楽しませてないだろ、お前ら、まだファンをまだ楽しませてねえだろ、お前ら、まだ新宿でバーしかやってないんですよ開いてる人、すいません、ただの、はい、新宿で前やってるアイドルだったんですけど、ザコホスト接客も上手くないザコホスト、引きつられるザコホストがよ、ちょっと悲しいマスちゃん。あ、そうなんだ。パースピンもね、簡単に言いたいって言わないやつよ、それめちゃくちゃコメント欄と同じこと言ってるよいや、本当だよ、でもまあね、簡単に言っちゃダメですよ。でもだいぶ簡単には言ってなかった、あれ結構覚悟決めて言ってたんですけど、うん、でも怒らせちゃうからね。そう、みんな怒ってたねベルナドーム行っても、うん、なんか引退の話とかされましたか。ああ、引退しろって、うん、え、今日引退かけてくださいと、うわ、やば、そういういじりとかもありましたね。あら、うん、じゃあ簡単に引退って言わないように気をつけてくださいそんな以上、ボシマックスの申告権でした。ありがとうございました。